ロンドは、オーストラリアの競走馬、シュボバ。2001年から2004年にかけて活躍し、2003、2004年シーズンのオーストラリア年度代表馬。タネボバとしても2010、2011年シーズンのオーストラリアリーディングサイヤーとなった。父オクタゴナルの初年度3区で、顔、体つき、レースぶりまで父にそっくりであった。母シャリアは、 スイートインブレースステークスの優勝馬。前弟ートに G1 競争参照のニエーロがいる。主戦騎手はダーレン・ビードマンであった。馬名は馬主であるローランド・ティニー・ローランドが最高経営責任者を務めたロンドン・ローデシアン、マイニング・アンド・ランド・カンパニーの証券コード・ロンロより、愛称は黒い先行。オーストラリアの中距離最強馬、決定戦コックスプレートは度走るも敗北し、 メルボルンカップも不出走ではあったが、1100メートルから2000メートルまでの距離で活躍した。通算成績は35戦26勝2着3回3着2回。3歳時までは G1 競争1勝であったが、小バになって力をつけ、4から5歳にかけて G1 競争10勝を挙げた。2003-2004年シーズンには年度代表馬となっている。ボバによる オーストラリア年度代表馬の獲得は父オクタゴナル以来であった。2004年に引退し、父オクタゴナルが共用されていたウッドランズスタッドで種ボバ入り。初年度種付け量66000オーストラリアドルは初年度としてはオーストラリア史上最高額であった。2008年にウッドランズスタッドがダーレーグループに買収された後はグループ参加のケルビンサイドスタッドで つなぎをされている。2012年は、シャトルシュボバとして、アメリカのジョナベルファームでも強用される。2007、2008年シーズンに初年度3区デビュー。2年目、3区デンマンで3区による初位1価値を収めるなど、順調に3区成績を伸ばし、2010、2011年シーズンのオーストラリアリーディングサイヤーとなった。オーストラリアで年度代表馬の受賞経験がある。 シュボバがリーディングサイヤーを獲得したケースは、1969、1970年シーズン年度、代表馬、1983、1984年、シーズンリーディングサイヤーのベイン以来である。3区の活躍に伴い、種付き量は2012年シーズンに11万、オーストラリアドルにまで上昇した。デンマンは、父と同じケルビンサイドスタッドで、種ボバ入りし、 後継守護馬となっている。バレーはオーストラリアのバレー表記に従う。すべてオーストラリアの G1 競争。馬名はアルファベット順。競争名は G1 のみ記載。ありがとうございます。